助け合って生きていこうみたいな、そんな感じのことがみんなあるんですけど、そういうことを言い合ってなかったんですけど、そういった意識が生まれてましたね。こんなお店も復帰して、うん、なんか活発的になってきて、前よりもどんどん福島が活発的になってるなと思います。これからもどんどん活発になってきてほしいです。そうですね、はい、私はいわきの長男がいるんですね。そして京都なもんですから、その場を離れることができなくて、子供だけは福島に疎開させたんですけど、水が4ヶ月、水道4ヶ月でなかったんで、あの教員同士で井戸のある地だとか回ってお風呂に入る状態だった。困った人がたくさんいまして、若くても精神的に異常になったり、本当にもう人を助けてあげたい、もうちょっと若かったらもうちょっと他のためになりたいと思ってます。失礼しました、はい、すみません、ありがとうございます。2月11日はちょうどこの場所にいてですね、大震災に遭いまして、もう方々の手で、広場まで逃げていったんですけども、その後、まあその日はまあともかくとして、次の日、1週間2週間ぐらいずっとここの中に毎日来ては、みんなで、食べ物を分け合って、非常にその時は非常に絆が強くなったという感想だったんですね。非常にみんな助け合い精神が非常に発揮されて非常に良かったと思います。その後、まあ、だんだん落ち着いては来たんですけども、なんか放射能問題の方でやたらとみんな食べ物をやたらと怖がって、福島県産を食べないというような変なものがあったんですけども、私はどちらかというと積極的に、まあ、年もせいで放射能にはもう影響のない年だろうということで、福島県産のものを買っております。そしておかげで今でももちろん何の影響もなしということで、これからもぜひ福島のものを食べて、福島の県民の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。